今ご紹介に預かりました、学習院大学、教授で、リアのファカルティフェローを務めさせていただいております、宮川です。それでは、これから、パネルディスカッションに移りたいと思います。で、パネルディスカッションの、いわゆるタイトルは、まあ、世界金融危機後の、成長戦略ということですが、まあ、世界金融危機以降ですね、先進国、それから途上国を問わず、経済成長が落ちて、それぞれの国が、まあ、経済成長を回復するために、いろいろと、まあ、まあ、頑張っているという状況ですが、まあ、ここでは、先のお二人の、先生のキーノートスピーチをもとにして、それぞれの国、地域のですね、その成長への、まあ、取り組みというものを、さらに、深く考えてみたいというふうに思います。特にジョルグンソン先生が、おっしゃったようにですね、まあ、成長戦略という言葉は必ずしも一般的ではありませんが、これを、生産性の向上という形に置き換えれば、日本、ヨーロッパだけでなくて、アメリカも含めて多くの国がこの生産性の向上を目指していると。いうふうに考えることができます。で、ここからはですね、その生産性向上を通じた安定的なこれからの経済成長のために、どういう問題があって、どういうふうに克服していけばよいかということを5人のディスカッサントの方に議論をしていただきたいと思います。そのスケジュールですけれども、まず5人のスピーカーの方に約10分ほど、それぞれの立場からお話をしていただきます。まず、一橋大学の深尾先生に、まあ、日本の、まあ、を例にとって、日本の、まあ、低成長の問題と、それから、成長戦略についてお話をしていただきます。日本は、まあ、おそらく、これ、世界の国々の中で最も、長く、低成長に、を苦しんだ国だということが言えるので、まず日本からお話をしていただきたいと思います。それから、日本の隣の国で日本に最も影響を与えやすいと考える、中国、それから東アジアの国々の、抱える問題について、ラオ先生にお話をいただきたいというふうに、思います。また中国には、現在、まあ大量の不良債権があると。いうふうに、言われておりますので、その、どういうふうにそれをまあ克服していけばよいかということについてもお話をいただきたいというふうに思います。で今、中国を例にとりましたように、これからのまあ経済成長を、達成する上で、重要なファクターになるのが、金融とそれから、このワールドクレームスコンファレンスでも、たびたび議論になりました貿易構造の問題です。この二つの問題を、それぞれのエキスパートに、お話をしてもらいたいと思います。まず、金融がこれからの経済成長にどういう役割を果たすかということを、プリンストン大学の清滝先生にお話をしてもらい、それから、世界金融危機後大きく変化した貿易構造の問題について、これもこの分野の専門家で、新しい付加価値貿易の概念を広めておられます、ティマー・フロニンゲン大学教授にお話をしていただきたいと思います。で、こうした、問題を踏まえてですね、今後、世界の、経済成長というのはどのようになっていくのかということについて、コンファレンスボードで、世界の各地域の、経済の見通しを、しておられます、バーンアーク先生に、最後、まとめてお話をしてもらいたいと思います。これが、パネルディスカッションの前半です。で、後半につきましては、今お話をいたしました、その特に、金融と貿易の問題を、将来どうすべきかと。いうことに焦点を当てて、それぞれパネルディスカッサントの方にお話をしていただき、そして最後にはパネリスト全員の方にですね、これからの安定的な成長のための経済政策とは一体何かということを述べていただいて、最後、いくつか余りました時間をフロアからの質問と、
という形にしたいというふうに思っております。それでは、まず、一橋大学の深尾先生から日本の経験についてお話しいただきたいと思います。はい、一橋大学の深尾です。今宮川先生からお話になったように、長期経済停滞の先輩である日本の視点から世界に、どんな教訓が得られるかということについてお話してみたいと思います。で、ジョルゲンソン教授もおっしゃったように、ローレン・サマーズの昨年秋の IMF での講演と、世界の先進諸国の間で、長期停滞説という考え方が、あります。で、それは、先進国の多くの国で、生産性の上昇が、長期的にこう減速して、で、それによって、投資のオポチュニティ、投資の機会が、なくなって、投資が減り、需要不足、そして不況が起きると。で、そういう時には、場合によっては非伝統的な金融政策で、金利を非常に低くする必要があって、そうすると、バブルも生じやすくなったりするんではないかと。で、そういったことが、例えばアメリカの場合、2000年代の初めぐらいから起きてたんではないかという、議論。で、この先も長く続くんではないかという、議論かと思います。で、生産性の上昇の減速が、見られるんではないかと、起きたんではないかというのは、日本では、おそらく、1990年代の末ぐらいから、もうすでに、議論されていました。で、その意味で、日本は大体15年ぐらい、先を行ってる、感じなわけですね。で、ただ15年前と違うのは、多くの国をカバーする産業別の生産性のデータ、で、それを毎年更新するデータっていうのが、極めて、当時は限られてたということです。で、日本で生産性の停滞が起きたっていうことを初めて、発見された、指摘されたのは、当時東大にいらした林文雄教授、ですが、それはマクロ経済に関する生産性の分析、産業別とか企業レベルの問題は必ずしもありませんでした。それから、慶応データベースって言って、慶応義塾大学には、黒田正宏教授や、野村浩二教授が作られた、産業別の精緻な、データベースがありましたが、それは、必ずしも公開されておらず、また毎年更新されるものではありませんでした。で、その意味で、今日いらっしゃってる、ジョルゲンソン教授、それからバーンアーク教授、マルセル・ティマー教授らの、ご尽力で、こういう世界中を分析できる、産業レベル、それからその背後にある企業レベルのデータベースが、完備されたってことは、我々がいわば15年前の日本とは違う武器を持っているというふうに、言うことができます。ついでに言うと、今挙げた人たちっていうのは全部この部屋にいらっしゃいまして、他にもアメリカで生産性の推計している人とか、ヨーロッパのいろんな国で生産性の推計している方々を一堂に会しているという感じなんで、この部屋の、学者がみんないなくなると、5年か10年、生産性の研究は、停滞するっていう感じが、しないことはない。それくらいの豪華な、これは研究会だと思います。で、日本のまず現状、私が二つの点を急いで話します。一つは日本の現状について。それからもう一つは、どんな教訓が日本の経験から得られるかということです。で、これは、この図は、右上がりの、実践が、日本の潜在 GDP、内閣府が推計した潜在 GDP、それから派遣が実際の GDP です。で、ご承知のように、1、3月の駆け込みの消費需要もあって、現在ほとんど、GDP ギャップ、需要不足のない状態に、なっています。それから消費者物価もかなり上がっていまして、もしかしたら、もちろん駆け込み需要なんで、また消費が減る可能性はあるわけですが、もしかしたらもうそろそろ、我々は、その需要不足とデフレから脱却できる状態に近づいているというふうに、言うことができます。ただ、需要不足をどう埋めるかっていうことを、貯蓄投資バランスの視点から見ると、貯蓄が多い割に投資は破線ですけど、投資は少ないんで、なんで日本を埋めてるかっていうと、ほとんど財政赤字で、この赤い線で埋めてるわけで、で、ご承知のように財政赤字って、日本は続けられませんので、本当に長く、需要不足が、解決できるかっていうのは怪しいところにあります。それからもう一つ現状で言えるのは、政府は、緩やかなインフレを起こして、デフレから脱却して、一方で、低金利政策は続けて、投資を、促進することで、景気を維持するという、政策を取っているように思われますけど、それは、やはりバブルの危険があると、いうふうに、非常に低い実質金利にする、またはマイナスの実質金利にするっていうのは、バブルの危険があるというふうに、思います。本来、生産性を上昇させることで、投資や、
賃金の上昇を目指すべきだと、いうふうに思います。で、ここに書いたように、いろんな、もうすでにジョルゲンソン教授がいろいろご指摘になりましたけど、日本で ICT 投資が少ないとか、労働市場は硬直的だとか、いろんな取るべき政策は、あると。ただ、政府はそれで成長戦略で何とかしようとしているわけですが、これジョルゲンソン教授の非常に重要な指摘だと思うんですが、例えば政策を採用する、考えるときに、それでどれだけ生産性が上げられるか。っていうことの事前の評価がありませんし、実際に政策が取られたときにどれだけじゃあ生産性が上がったかっていう事後の評価も、まあそれぞれ難しいですけど、少なくともそれを試みるってこともあまりされてないというのが非常に日本の政策上の問題だと思います。官僚がいわばかなり言いっぱなしで、いろんな、政策が出てくるというのが、日本の現状かと思います。で、もう一つ指摘できるのは、まあ、いわばハードランディングっていうんですかね。の危険が高まっているっていうことかと思います。IMF の最近の推計だと36先進各国で110兆円の需要の不足があると。GDP の 2.2% の需要の不足が2014年には見込まれるという推計になっています。と、日本はほとんどゼロですから、日本の方がむしろ需要不足はもうすでに解決している状態なわけです。で、むしろ何に近づいているかっていうと、むしろ非伝統的な金融政策をとって、ハイパードマネーを大量に供給している一方で、長期国債の金利はほとんどゼロにしている。そういう状態で、仮にインフレの期待が広まるということがあったときに、まあ、日本銀行はおそらく非常に難しい政策判断に、追い込まれると。もし、その、金利を、低いままにすると、まあ、こういったメカニズムでハイパーインフレになる可能性があるでしょうし、金利を上げると非常に大きなキャピタルロスが、投資家や銀行に生じる。で、また、不況に後戻りするという可能性がある。で、まあ、生産性をだんだん上げて収益性が上がっていけば、この、エグジットっていうか、体質の、メカニズムっていうのはうまくいくんでしょうが、生産性や、収益性が低いままで、インフレ期待が広がるときには、まあ、特に、ここからの体質は難しいんではないかというふうに思います。で、以上が日本の現状です。で、どんな教訓を日本から得られるかっていうことなんですが、一つは、実質金利を下げて、投資を促進するっていうことは、ずっと続けられないということです。で、実は、日本っていうのは、そういうことを過去20年間続けてきたわけで、投資が少ないとか言われてますけど、実は人口減少とか生産性の低迷の割には投資をしてきた。で、その証拠に、例えば資本と GDP の比率っていうのは、ずっと上がり続けてきた。GDP の割に資本を蓄積してきたわけです。で、それによって、資本の収益率はどんどん下がってきました。で、これが続かない状態になっているというのが日本の現状なわけです。したがって、資本の収益率を上げる。低金利政策だけではダメで、まあ、資本の収益率を、生産性を引き上げて、資本の収益率を上げるっていうのが大事だというのが、まあ、一つ目の教訓かと思います。それから二つ目の、教訓は、まあ、アメリカなんかでは、例えば、サマーズがゴードンの研究とかを引用したりして、技術革新力自体が落ちてきたっていうのは、議論があるかと思うんですが、日本の場合には、そんなことはなくて、いっぱい理由はあるわけです。生産性の上昇で妨げてる理由っていうのはいっぱいあって、それは明らかに、いろんな証拠で、指摘できるわけです。で、したがって、こう、運命論になる。天から降ってくるイノベーションが減速したっていうんではなくて、我々が何かすることで、これは一部は解決できるはずだと。で、そのために生産性のデータっていうのがあるんだというふうに、言うことができると思います。三つ目は、需要が不足しているときに、財政政策で、例えばインフラストラクチャーを、構築することで、需要を作り出そうという話が、これも例えばサマーズのインタビューなんかにあると思います。で、日本もそういうことをやったんですけど、日本は非常に無駄な形でやりました。例えば、この図は横軸に、県別の一人当たり GDP、県別のデータでして、最近の、2008年における県別の一人当たり GDP と、を横軸にとって、縦軸に、労働者、時間あたりの社会資本の投入を取った、社会資本ストックの、量、つまり、道路とか、堤防とか、橋とか、そういうものの、量を測った、労働時間あたりの社会資本ストック量を縦軸に測ったものですが、明らかにこう、マイナスの相関があるわけですね。豊かなところ、経済活動が活発なところでは、投入しないで、非常に、貧しいところでいっぱい、だから平等化のために、社会資本の投入をやってきたと
ということが言えるかと思います。もう時間がなくなったんで急いで、最後の2点。一つは、日本では、貯蓄が、減らなくて、需要が不足してきたわけですが、その背後で、これ企業の貯蓄と家計の貯蓄に分けて民間貯蓄を見てますが、家計貯蓄ってのは、おそらく高齢化を背景に、どんどん、減ってきたわけですが、企業貯蓄がものすごく増えてる。で、企業はどうしてこんな配当を、払わないで、現金や資産を貯め込んでるかっていう問題が、おそらく、需要不足のことを考えるときに非常に重要だということも日本の教訓かと思います。それからもう一つは、ドイツや、中国は、大きな経常収支の黒字を、上げてるわけですが、それは世界的な需要不足のもとでは、失業の、輸出っていう側面があるわけで、それから一方で途上国の中にはもちろん資金が足りない国もありますので、どうその経常収支の不均衡を調整していくか、それから国際的な資金の管理をするかっていうのも需要不足の時代の非常に重要な問題。日本はこれでいろいろ悩んできたわけですが、かと思います。それからさっき言った6番、最後は、非伝統的な金融政策からの出口政策が失敗する、もしかしたら最初の例を日本は世界に提供するかもしれないということかと思います。以上です。Thank you, Professor Fukao. So, we'd like to ask Prof. Oh. Okay, so we'd like to ask Professor Lau to make a speech. Lau 先生、お願いします。Thank you, Mr. Chairman, Mr. Nakajima. ありがとうございます、中島理事長。藤田所長、ヨルゲンソン先生、ご列席の皆様。このような場にお招きいただきまして光栄です。リエティには東京への招待ありがとうございました。東アジアおよび中国経済の見通しの話をします。3つのパートで分けます。まず世界経済の重心が移っていることと部分的なデカップリング仮説、次に東アジア経済のプラスマイナス、日本を除いた東アジアの国々について、第3、中国経済の見通しです。ファンダメンタルス、さらに需要制約の方が強いということ、ハードランディングの可能性があるのかないのか。ご存知のように世界経済の重心は移っています。1970年の時点、日本を含めた東アジアのGDP は世界の 10% でした。それ以外、中国、日本が大きく色がついているところ、東アジアの国々で、2012年になりますと、色がついているところが増えていまして、25%。アメリカとヨーロッパ、西ヨーロッパは今、大体 45% ということで縮小しています。これがはっきり分かると思います。為替レート、緑が東アジア、世界における GDP、ゴールドが日本、赤が中国、水色一番下のところが韓国。10% だったところから 25% に東アジアの割合が上がっています。物とサービスの貿易です。考え方は同じです。1970年の時点ではだいたい世界貿易の 10%、 日本が一番大きな割合を東アジアで占めていました。2012になりますと世界全体の 25%、 日本の割合は大きいけれど中国の方が大きくなっています。ヨーロッパ、欧米については 75% だったところが合わせて45%に小さくなっていて、貿易は本当に欧米は世界の中の割合という意味で大幅に減りました。スライドかなり飛ばします。とりわけ興味深い動きがあります。域内での貿易が拡大していることです。およそ30年前、ほとんどの貿易は東アジアからヨーロッパ向け、アメリカ向けでしたが、今ではおよそ 50% 輸出入、いずれも半分は域内、東アジアの中で輸出入です。つまりグローバルなサプライチェーンは存在していますが、需要がここにあるということです。単に製造拠点なわけではありません。消費市場でもあるというポイントです。もう一つ説得したい点です。部分的なデカップリングが
起こっているということ、中国、東アジアと世界となる部分的にデカップリングだということ、四半期ごとの物の輸出で東アジアの諸国でアップダウンはありますが、赤が中国、どこの国と同じように上下はありますが、一方で輸入物について同じ、どこの国だってアップダウンはあります。97年、そして2008年と。一方で GDP の成長率、四半期ごとに赤を確認してください。確かにアップダウンはしていますが、そこまで激しくアップダウンは他の国ほどしていません。他の色の方がかなりアップダウンが激しくてマイナスに落ちることもありますが、赤についてはそこまで激しくないということは、赤、中国は大きな大陸の国として比較的安定してきた。外的なことが何が起ころうと中国は比較的安定しているということです。東アジア経済でメリットは貯蓄率が高いこと、貯蓄率が高いと対外的な資本に依存する必要がないということは大きなメリットです。選べ東アジア貯蓄率の高さ強みです。赤が中国、黄色日本。貯蓄率はしかし本当の意味では現状を表していないかもしれません。こういう計算では日本は変わっているかもしれませんが、研究開発の支出は費用化されるわけです。貯蓄として勘定されたのが貯蓄率に入っているので高くなったかもしれませんが、韓国、台湾にも同じことが当てはまるので現状を全て表していないかもしれません。経済成長の東アジアの源泉、これから変わっていくでしょう。もともとは有形のもの、例えば資本や労働から無形資産の投入、例えば人的な資本、研究開発に移行していくはずです。実際に先進国アメリカなどがこれを経験しています。このチャートです。ブルー一番上アメリカ、非常に単純なチャートです。何年学校に行っているか、一人当たり現役の労働世代がどれだけ学位を積んだか、ゴールドが日本です。日本は非常に高い学歴、下の方の赤、かなり下の方の赤、中国なんですよ。どれだけ何年勉強したか、現役世代の学業の期間ですよ。これは非常に単純ですが、人的資本の一つの測り方です。それ以外の国々も書いてあります。韓国がかなり早くキャッチアップしつつあります。同様に GDP の比率としての研究開発費の割合です。ゴールド、日本です。一番上はるかに高い。より直近では韓国が追い越しました。 GDP に対するパーセントという意味では韓国は追い越しました。ブルー、いつも高い、安定しているのがアメリカです。だいたい 2.3%、 下の方が中国の赤、下の方です。おそらくこれからは 2% を上回るかと思います。今年来年あたりには 2% 中国も超えると思いますが、まだまだ追いつくには至らない。藤田先生が特許の話、特許の出願の話をしていました。実際にこれ成立した特許です。出願と成立は違う。ブルー一番上がアメリカです。これは成立した特許、圧倒的にアメリカが高い。だいたい13万、年間13万成立しています。アメリカ一番上のブルー。ゴールド、日本です。日本は世界第2位、成立です。アメリカで成立した特許の数5万を超えています。まだ日本も非常に圧倒的に強い。それ以外を超えて、あとは中国が下の方の赤です。これはログ対数ですので、下の方中国赤なんですが、今だいたい年間6000アメリカで取れています。成立です。ライトブルー、面白い水色、あれ韓国なんです。韓国は非常に急激に上がっています。ライトグリーンがタイです。中国経済の見通し、中国経済成長を理解するために重要なのは3つの要素があったということ。第一に投資率が高かった。なぜそれが可能であったかといえば、貯蓄率が常に高かったから。過去10年間だいたい 45% の高い貯蓄率、極めて高い平均貯蓄率、これで投資が可能であったら、次に余剰人員、労働力があったということ。まあ、意見は違うかもしれませんが、結構労働力が豊富なんです。はっきりしているのは2012年、一次セクターでの雇用は 33% だったんです。しかし生産は 10%、 GDP の 10% だけということは、まだまだ一次から他のところに移行していく余地があるということ。皆さんが心配しているのが労働力不足、一方で現役世代、労働年齢人口は
定義として中国の定年については若すぎるわけです。女性の場合55歳なんです。定年が男性が60、今時ありえない、理由がない。しかもそれを65に引き上げるだけでもかなりの余剰が生まれます。ご存知のように一人っ子政策はもうすでに改定されつつある。しかしそれの影響が出てくるのはまだ20年先です。もう一つ、とにかくマーケットが大きいこと、それによってエコノミースケール、ありとあらゆるもの、テクノロジーのエコノミースケール、市場経済もエコノミースケール、全部有効である。マーケット自体が大きいと、ご存知のように研究開発の投資、つまりのれんとかブランドへの投資というのはリターンが非常に大きくなる、本当に大きなリターンになるんです。それが理由となって中国はかなり成長しています。概念を紹介します。今の中国を考えてください。ほぼ全てのセクターでは余剰能力があります。鉄鋼、セメント、ガラス、アルミなどなどです。生産高は供給の制約ではないんです。需要の方が制約なんです。需要がある限り供給は可能なんです。これは認識することが大事です。中国の GDP を見通す上で重要です。ハードランディングは非常に可能性は低いと考えています。四半期ごとの実質 GDP の成長率、カラーコードをご覧ください。中国では季節性が高いので、ブルー対ブルー、黄色対黄色、色ごとに比較をしてください。そうすると安定していることが分かります。季節性はともかく、月次で実質の鉱工業部門の付加価値下がってはいます。 2,3 年前から比べば下がってはいますが、安定的ではある。 GDP の成長率だいたい 7-8% の間。設備投資、戻ってしまいました。月次の小売り下がってはいるものの安定化しています。その結果、ハードランディングは可能性があるシナリオと思っていません。地方政府の債務の心配はありますが、これは対応が可能だと思います。説明する時間がないのですが、ざくっと、例えば地方政府あたりの債務と、例えば地方政府の債務半分、増えるかと思いませんが、 GDP に対する債務の比率はだいたい 40% 下回っているんです。かなり感度可能です。アメリカの公的債務の GDP 対する比率が 150%、 日本の場合には GDP の 250% なわけですから、多くの同じ理由を考えると中国の割合は可能、管理可能で、シャドーバンキングが問題です。見積もりによるとおよそ中国の今日の金融の 30% が、 GDP の 30% がシャドーバンキング依頼であるという見通しで、問題ではあります。中国政府はきちんと留意をしていますので、問題は管理ができるかと期待しています。まとめです。私は楽観的なので、中国経済は引き続き成長はだいたい 7% で、基本的には想定する限り続くと思います。ありがとうございました。 Thank you, Professor Lau.ラオ先生、ありがとうございました。次は清滝先生にお願いします。私からは金融摩擦、それから経済成長についてお話します。特にこの大恐慌、最近のリセッションからの回復という文脈でお話しします。金融危機の間、さまざまな問題がありました。一つは流動性欠如、ファンディングの欠如です。また銀行もエクイティを大きく失いました。さらにマクロ経済も大きく鈍化したということがあります。それぞれの問題に関して一つのこの教科書的な答えは何かと言いますと、政策を一つ一つ当てはめるというものです。一番強いものに関して、これはロバート・マンデルのポリシーアサイメントの考え方によるものです。で、流動性の欠如に関してですが、一番強固なポリシー、これは
流動性のさまざまな手当、あるいは最後の貸し手です。銀行資本の欠如、不足に関しては、支払い不能になった銀行をリストラ、再編する、さらにエクイティを、この支払い、まだ不能になっていない銀行に注入をするということです。マクロ安定性、これに関しては、通貨、それ金融、財政政策が適切だと考えられています。ただ、危機の間、危機がまだ起こっているときには、この流動性の欠如と銀行資本の不足をはっきり見極めることが難しいのです。銀行資本はこれは資産価格に依存する、資産価格は流動性に依存するというのが状況だからです。で、流動性不足に関してはこれはただ単にお金を注入するだけでは解決できません。なぜかというと、銀行に十分なエクイティがない場合には貸し出し能力が限られてくるからです。そういう意味では多くの問題が相互関連しています。ただ単に一番強固なポリシーというのではなくて、他の政策も同時に活用せねばなりません。資本注入に関してですが、日本は認識するまでに時間がかかったんです。ローンロスに関してということで、十分なエクイティを銀行制度に注入するのに時間がかかりました。小泉政権になって10年経ってから、危機が始まってから10年経ってから、銀行セクターを真剣にきれいにするクリーンアップをして資本注入を行いました。その意味において欧州はある意味似たことを行っ、ある意味似た間違いを犯しました。で、危機の後政策はもっとずっと楽になります。もっとマンデルの政策アサイメントに似てきます。マクロ安定性、金融政策、これが重要なプレイヤーになります。金融の安定性、金融規制、またマクロ経済安定に関しては、最近はより多くの中央銀行や規制当局がマクロプルデンシャル政策を導入しています。基本的にブーム、公共の時には少し引き締めをする。銀行資本もっと高めにということで、リセッションの時には銀行資本の要件を緩和するという政策です。社会保険あるいは公共財の供給に関して、これは財政政策が主要なアクターになります。なので物事はずっとシンプルになるのです、危機後には。ただ世界を見回しますと、危機の後の回復、これはバランスシートの状況にもよりましたし、実質の硬直性にもよりました。さらにトレンド成長にも依存しました。経済のトレンド成長です。典型的にどういうことが見られたか、アウトプット、それから運転資本の投資、株価、こういったものは相対的に早く戻りました。だいたい 2,3 年ぐらいで回復しました。危機の後 2,3 年後です。危機のボトムの時に比べて 2,3 年後に回復した。でも簡単に回復しないものもあります。これがクレジット、そして固定資本投資、さらに不動産価格です。これらは金融制度に深く関与していますと、金融制度が回復しないとこういったものの回復には時間がかかります。で、バランスシートを非金融ビジネスに関して見ますと、非金融ビジネスの資産サイズ、もちろん金融資産、それから運転資本、有形無形資本も持っています。深尾先生がおっしゃられましたが、金融、非金融ビジネスはたくさん貯蓄をもしていると。これは金融資産に見て取れます。金融資産の一部は子会社の企業、海外の子会社を買収するということにあります。こういった形で海外に、例えば FDI のような形で投資するということが行われます。ただリセッションが起きますと、景気後退になりますと、非流動的な資産、つまり固定資本、こういったものはなかなか下がりにくいのです。これがいわゆる実質硬直性と呼ばれる問題です。資本、固定資本
というのはある程度の不可逆性があります。つまり簡単には売却できないのです。なので流動性、例えば運転資本の投資、こういったところが最初にカットされます。でも全く金融摩擦がなければ運転資本とそれから固定資本はある意味補完的なインプットになります。経済はA のポイントから B のところに落ちていきます。こんなにたくさん落ちるわけではありません。低下するわけではありません。固定資本というのはまだ高いレベルにありますから。で、少なくともある程度の流動性の資本、つまり運転資本などを入れなくてはなりません。しかし企業が金融的に縛りがかかっているような状況にあると固定資本をカットもできない。そうなると調節できるものを切り下げなくてはいけない。一つは金融資産を売却というのが一つのやり方ですが、あと運転資本の調整ということもあります。運転資本が B のようなところに低下します。ある意味これはオーバーシューティングのような形なんです。で、時間が経つと固定資本がだんだんと蓄積されてきます。経済がまた少しバランスの取れたポジションに戻ってきます。 C のところへ戻っていきます。当初の調整はある意味オーバーシューティングなんです。なので運転資本は非常に不安定な部分、コンポーネントとなります。しかし回復の後、当初の動きというのは運転資本が C から B に回復する。当初企業はなかなか二の足踏むわけです。固定資本を伸ばすことに関しては及び腰です。なぜかというとまた戻ってしまうかもしれないと考えるからです。なので十分な流動性を蓄積するまでは企業としては流動資産ばかり蓄積する傾向があります。で、これは雇用に関してもしかりです。非流動的資産を高級、これはフルタイムだと考えてください。そして非流動性のものはパートタイムだと考えてください。ですからなかなかこのフルタイムの雇用というのは上がらないんです。具体的にはパートタイムの方が先に上がります。そして回復が起きてから経済は D から A へと動いていき、そうしますとフルタイムの雇用も戻ってくるという状況です。なので回復はアウトプット、運転資本、株価などでは早いのですけれども、フィックストキャピタルの投資、固定資本の投資、不動産などではの価格では回復はゆっくりです。長期的な結果の一つなんですが、金融危機が起きた時の長期的影響の一つ、これは深尾先生がおっしゃられたことなんですが、公的債務が持続不可能になるということです。南欧の諸国で起きたのはまさにこれです。そうするとさらなる金融危機も起こりかねません。ただもう一つ危険なことがあります。これはクレムズのテーマに関連したことです。企業は無形投資、無形資産投資を削減します。で、この無形資産の蓄積というのは研究開発の投資によって行われますし、その他正社員を雇用し、そして彼らに研修を施すという形にも行われます。危機の間、特に企業がキャッシュ不足のような時には企業は研究開発の投資を削減するし、さらに正社員の解雇するのではなく若い人たちを雇用するのをやめてしまいます。でも若い人の雇用をやめると彼らの研修もやめてしまうということで、その結果無形資本がの蓄積が鈍化するということになります。日本企業の強みの一つは何かと言いますと、若い人を雇って研修を施して仕事をさせながらということだったんです。でもそれを
やめて、そういう検証を施すことをやめてしまうと低成長になってしまいます。これが一つの説明のやり方です。なぜ長い間停滞に金融危機の後突入してしまうのかということに関して、これは実質化硬直性に関連してきます。どのくらいこの無形投資などの蓄積を調整できるか、正社員の雇用に関してどの程度これに関係してくるか、またどのくらいの若い人を雇うことができるかというところに関連してきます。ありがとうございました。 Okay, we'd like to move to the 貿易の問題です。ティンマ先生、ありがとうございました。貿易問題の話です。藤田先生の基調講演で指摘してくださった点について、相互依存が各国間で強まっていることが分かりまして、中間財のフローが拡大しています。相互接続が投資のフローで高まっていますし、金融の流れ、モノサービスのフローでもつながりが強化されています。新たな世界経済の現実を受け止めると、競争力の見方も我々は変えなければなりません。およそ9分で新しい見方が貿易と競争力について必要だということです。昔の見方です。従来の競争力の見方は製品に基づいていました。典型的には競争力のランキングを考える場合に、最初の指標は輸出の額です。ある国からいくら輸出をしているか、その数字を見た上で経済力、競争力を見ておりました。ところが国際的な生産が世界各地分業で分断されていて、異なる活動が異なる国で行われていることを分かっています。つまり以前の競争力の見方では急速に価値が失われつつあります。オランダの例では花、花季、チューリップをたくさん輸出しています。花の輸出についてはローテクと言われていますが、オランダはチューリップ、花を輸出によって研究開発、ブランディングが大きいんです。非常に高付加価値の活動が背景にあります。一方で中国は iPod、iPad を輸出しています。中国で上乗せしている付加価値は小さいことは皆さんご存知です。この例だけを見ても分かります。輸出の価値、金額で比較をすると正しいことが分かりません。競争力を中国とオランダできちんと比較ができないという例です。どうすればよいのか。単に金額を見るのではない、生産高の金額、輸出の金額ではなく、付加価値でどれだけ上乗せがその国でされたかという上乗せ部分です。車です。日本で生産された車、藤田先生も車を使っていました。多くのものが投入されています。日本で作られたものではないものが入っています。それと同様に中国で生産されたものはといっても、中国ではないということでできたものがたくさん入っています。何を売るかではなく、何を輸出しているかではなく、どういう活動をグローバル生産の中でしているか、財あるいはサービスのどの部分を受け負っているかです。ビジネスの文献ではよく語られています。ビジネスの関係者は付加価値の話をするんです。生産高ではなく付加価値で、このスマイルカーブはよく知られています。スマイルカーブ、これを見ると違う活動でどこの国あるいはどこの企業が財やサービスのどの段階で関わっているか、生産前の活動、左側研究開発、設計、仕入れ、中間材を調達をする、実際の生産活動です。生産後の活動、物流、マーケティング、アフターサービス。考え方は各国各企業とも違う活動に特化ができると、このグローバルバリューチェーンのどこかに特化ができる、特に生産前と生産後の段階はグローバルバリューチェーンの中で付加価値は生産よりも大きい。一部の意見によりますと、スマイルが深くなっていると
より多くの利益、より多くの付加価値部分が生産の前と後であると、生産そのものではないと、一番大きいのは生産の前と後であるという意見が強くなっています。そこから競争力を考えます。どの活動をどの国がしているか、バリューチェーンの中でどの国が何をしているか考えなければいけない。その一つの方法として概念枠組みが必要です。それに基づいて付加価値を分析します。データが必要です。概念枠組みは何か。産業連携表に基づいてトレーシングをします。生産の異なる段階でどの段階を経由しないとある特定のものができないかトレースします。つまり段階を分解します。最終製品、最終的に消費者でも分解していきます。異なる生産段階に分けていく。かつ違う国でどういう活動が行われたか、参加国でものを作っている、分解していきます。生産高の価値をそれぞれの国で付加価値がどれだけ付加されたか分けていく。それと他の国からの付加価値です。日本の車であれば国内の付加価値がこれだけ上乗せされたと。これが資本と労働で日本経済によって投入されたけれども、ドイツ、アメリカ、中国、フィリピンなどでも投入があった。それが投入されて最終的に中間材の輸入に入っていく。これが概念の枠組みで使うことができます。その上でデータを入れなければなりません。データを入力する必要がある。最近までそれが容易ではありませんでした。2つのタイプのデータが必要です。最初はインターカントリーの産業連携表が必要であった。 IO 表で物とサービスの流れをある国内においてかつ国と国の間で必要でした。こういうデータが最近入手可能となりました。日本では長い伝統があり、ジェトロの経済研究所で地域あるいは他地域における産業連関表をジェトロ IDE が研究してきました。次にクレムスのデータが必要です。ヨルゲンソン先生がおっしゃった通りで、中間材で何が使われたか、国内生産輸入両方でデータが必要です。かつ生産要素のデータも必要です。どういう労働、どのような資本が特定の活動でバリューチェーンで使われたか、データが必要です。データがあります。ワールドクレムスのおかげでデータはできています。 IO 表と結びつけることによって競争力を全く違う方法で分析が可能となっています。その分析をした場合、2つの例を紹介します。グローバル経済のトレンドで新たな分析をした場合どうなるか。国際生産がどのように分断か、分業されているか、外国からの付加価値がある特定のグローバルなバリューチェーンでどれだけ投入されているか、560の製造製品、世界各地で使われているもののグローバルバリューチェーンです。横軸で外国の付加価値1995年で、縦軸については2008、ほとんどのグローバルバリューチェーンにおいて付加価値で他国から投入された割合が急激に増えています。黄色のところは高い。精製石油製品、多くの国々は国内で精製をしていないので、訂正自ら採掘をしていないので、あとは食品です。ほとんどの食品は国内でバックアウトリンケージが強く農業分野であるのであります。グリーンがエレクトロニクス、ここです。最も有名な分断化された生産プロセスエレクトロニクス、緑について外国付加価値の割合が非常に高いです。分断化はどんどん進んでいますが、同時にこの分断化されたプロセスを外装することは可能です。バリューアデッドの割合、付加価値の割合は平均して 0.3、0.4、せいぜいそれぐらいですので、全体の付加価値の 60% は国内で付加されている。でこれについては分断化は可能です。分断化は進んではいるもののまだこの先もあるということです。2点目、このような分断化していくプロセスを見ると、自然の次の問いかけは何が起こっているのか、地域化であるのか、
活動が地域の中でクラスター化しているのか、地域ブロックでのクラスター化なのか、あるいはグローバルな展開であるのか、従来の考え方で分析をすると地域化が進んでいると思うかもしれません。域内での中間材、例えば中国と日本の間、あるいは韓国の間、東アジアブロックの中であると、ヨーロッパの中でも中間材の取引が増えていて、 NAFTA の中でも増えていると思うかもしれません。しかし付加価値を見ていくと見方が変わります。付加価値を見ると行ったり来たりが大きいんです。しかし付加価値はそれほど大きくはありません。分析をやり直すと、付加価値に基づいて分析をすると、貿易の付加価値を地域の付加価値で分けています。 RFVA です。あとはグローバルな外国付加価値、赤のところの増え方がブルーよりも大きいです。つまりグローバルなバリューチェーンが真の意味で過去14年ほどの間グローバル化をしてきたということ、このトレンドは続いていまして、危機の間もずっと続いています。2009年少し下がっています。2009、10、11少し下がりましたが、その後回復して、グローバル化のトレンドは地域化のトレンドよりも強いことが分かります。その含意は何か、新しい観点で貿易を見ます。これで貿易政策の考え方も変わるはずで、社会政策も変わるはずで、鉱工業政策、あるいは統計システムについても考え方が分かるはずです。新たな測り方で競争を組む必要があるからです。それでは最後のスピーカー、バン・アーク教授です。ではバン・アーク先生にはディスカッションを少しまとめていただきましょう。世界経済の成長の見通しについてお願いします。ありがとうございます。昨日午前中は最初のスピーカーという光栄でしたが、今は最後というのも鳥も光栄ではあるんですが、皆さんが眠らないようにしなければいけない長い一日でしたが、これからもまだ楽しいのですが、眠らないでください。なるべく簡潔にしたいと思います。重要な戦略でこれから先何を考える必要があるか、まず診断10でまとめてみました。うち5つは短期、あと5つは中長期のトレンドの診断です。短期では今回復が起こっています。2008から9のグローバル金融機関の回復が起こってはいます。先進国でも回復していて、主にアメリカが主導しています。一番回復しているのが米国です。ヨーロッパはあんまり強力な回復というのは、一定程度回復だけれども緩やかな回復です。不況が大きかったことを考えるとヨーロッパは遅い。日本もそこまで回復していない。意外に思うかもしれません。深尾教授先生がおっしゃったように、日本では今のところ四半期では年率では 6% を祝っていらっしゃるかもしれません。しかし深尾先生の話もありましたが、消費者が増税の前に急いで買い物をしたということが影響に出ています。第二四半期はそこまで上がらないはずです。全体として日本経済の見通しは、向こう2年間についてはそこまで大幅な成長率は期待ができない。より大きなイベントが起こっているのは新興国、かなりの減速が起こっています。昨年から減速が始まっていた理由はアメリカの FRB がテーパーリングを始めたから。それよりも重要なのは、より構造的な問題が多くの新興国で出てきてしまったから。金融リスク中国で上がっています。ラオ先生が少し話をされました。先生と少し意見が違います。私、 GDP の成長が中国で安定している、それを自信を持つかというと、いや私は納得できない。どちらかといえば中国でのカンファレンス報道は GDP よりも本当はボラティティは激しいと言っていました。次にハリー・ウー先生、ここにいますよね。ウー先生は中国の数字を修正していますので、現実には実はもっと公式の数字よりは中国経済のボラティティは激しい。ただラオ先生と同じなのは、金融の破綻あるいはハードランディングの確率は低いと思う。しかしその代わり信頼の不足はあると思います。消費者あるいは投資家の信頼感では足りない。中国であったとしてもグローバル経済でのボラティティは激しくなる。最後に政治問題があります。政治問題はないことはない、絶対ある。しかし2014年はかなり特別な政治緊張がある。一部の政治緊張は
いわばロシアのあたり、アジア中東のあたり、しかし忘れてはいけないのは、この地域でも緊張関係があります。中国、ベトナム、日本と中国、日本と韓国です。短期トレンドの世界的な投資どうなるか、今年の初めはグローバル経済は 3.5% を期待していました。しかし少し下方修正が必要だった。今多くの国々がそこまでいかないことが分かった。特に新興国、成長率が高くないわずかなプラス。ちょうど選挙、インドで新たな勝者が生まれて信頼感が高まっていて、経済改革、経済成長がうまくいくかもしれないという期待が選挙の後で出ています。一方でまた戻ります。中長期のトレンド、まず中長期の話です。同じチャートなんですが、向こう5年間、向こう10年間を見ています。グリーンが2014から2019、ブルーが2020から2025の見通しです。向こう10年間ベースシナリオ、中心的なシナリオはかなりの減速が起こってしまうという予想。かなりのグローバル経済の減速の理由は新興国、成長率は新興国の方が高いんです。あくまでも重心はシフトしているんです。グローバル経済の重心は新興国の一定だけれども、それでも思っていたよりも遅い成長であるということ。なぜか人口動態です。先進国の人口動態、非常に皆さんがおっしゃった通りです。日本が先導しています。他の新興国でも人口問題、先進国でも人口問題、特にヨーロッパも少子高齢化が進んでいる。それが先進国での成長を引っ張ります。一方でより大きな新興国であったとしても、初めての兆候として人口減少が始まっています。中国は人口問題が出ています。ラオ先生がおっしゃっている、ブラジル、インド、メキシコ、まだまだ先のことではあるけれど、向こう10年の間では人口動態の変調は出てきます。次の大事な要素、グローバルな需要のシフトが起こっています。中間層の拡大へのシフトがありますが、これは続きます。とても大事です。仮に新興国の成長が遅くなったとしても、貧困脱却する人が増えて、この人たちが中間層に入っていく。しかしこのシフトは私たちが思っていたよりも遅くなる。一方で新たな中間層はそれ自体が豊かになっていくので、もっと新しい新製品、新サービスを要求することになる。これはプラスです。最も重要な低成長、新興国の原則で最も重要なのは、新興国自体が豊かになっていること。自然です。豊かになれば成長は下がるものです。成長はもっとサービス主導となる、消費者主導になります。投資輸出主導ではなく消費者主導になるので、これは当然なんです。アメリカでもそうだった、ヨーロッパ、日本でもそうであった、新興国でもそうなるわけです。すでにイマージェンスが終わったところは成長は下がる。しかし新興国の中でこれからさらに成長が拡大しないというわけではない。インドネシア、トルコ、南アフリカ、まだまだ他の新興国は成長が高まるかもしれない。しかしいずれにしても規模がそれほど大きくはない。3、4の大国、例えば中国、インド、ブラジル、メキシコに比べるとそれほど大きな国はない。なのでそういう国が大きな成長したとしても埋め合わせにはならない。中長期のトレンド、グローバル化が減速をする、グローバル化のスピードの話題もありました。 FTA、EPA などが進んでいない、出来上がったとしても非常に大胆ではない、2カ国で住んでしまっているか地域だけになってしまっている、思ったほど幅が広くない。ただ歴史を振り返れば、貿易のメリットは多国間の協定の方がメリットがあります。環境問題は大変なので国際的な調整は必要です。世界的な不均衡がエネルギーで起こっています。新興国のエネルギー需要は増えている、アメリカからの供給は増えていて、かなりの変動が例えば中東ではこれから起こるでしょう。このようなトレンドに基づいてたくさんスライドを飛ばします。
重要な経済政策上のインプリケーションです。クレムスカンファレンスでも話題になりましたが、2つのグループに分けることができます。投資アジェンダが必要、生産性アジェンダが必要、両方とも重要です。いずれも深くお互いに関わりがあります。投資アジェンダ、実際に今回話し合われたことも入っていますし、この1日半で話題になったこともありますが、ハードや機械だけではなく、それはもちろん必要です。ハードインフラはもちろん必要です。新興国では投資は続けなければいけません。しかしこれからはハードではなく無形に振り向けることが重要です。人的資本、人への投資、イノベーティブな財産、 R&D、 非 R&D への投資、かついわゆる経済的な競争力と能力、マーケティング、ブランディングをする能力、組織を再編する能力などにへの投資が必要です。バランスが取れた投資が必要です。公的な部分が主導を取る必要がありますが、民間もサポートし、官民が連携をし成功させていかなければいけない。 PPP、 官民のパートナーシップが重要ではあるんですが、言うは易し、なかなか実現はできません。財政再建をするからといいまして、今では多くの先進国が公的債務に苦しんでいるので、財政再建の努力をしていますが、だからといって社会的な給付の改革をしないまま、して成長を促進するような投資が犠牲になってはなりません。何らかの方法で新しい会社、イノベーティブな会社、あるいは起業家を促進しなければなりません。しかもその立ち上がり企業に対する資金を提供できなければいけない。生産性の改革、市場改革が必要です。製品市場、労働市場、資本市場の改革が必要です。再確認です。何のための改革か。改革をすることによって最も生産的な経済の源泉を一番リターンが高いところにつぎ込むことです。毎回我々のリソースがどこか経済でリターンが期待ができないところに投入しないようにすることです。グローバル地域経済統合は加速する必要があります。本当の意味で時には既得権益という問題があります。それを乗り越える必要があります。それによって透明性を改善し、経済成長を促進しなければいけません。ちょうどタイマーがゼロになりました。ありがとうございました。 Thank you パネリストの皆様、ありがとうございました。それではディスカッションを始めたいと思います。どうもすみません、ちょっと日本語で喋らせていただきます。これまでの皆さんのプレゼンテーションを聞かせていただくと、まあ大きく最初はその金融の問題と、それから貿易の問題を特に取り上げたいと言ったんですけれども、まあ金融の問題の中でも特にどういう金融を通してどういうその投資を促進していくかということについて、深尾先生も、それから清滝先生も、それからバーンアークさんも述べられていたように思います。まずそのこの点についてですね、それではまずはその世界的なそのいわゆる金融政策の変更、特にアメリカで金融政策が変更し、どういうその投資が促進されていけばいいのかというような、まあそれぞれの国によって事情が違うんでしょうけれども、どういう投資が促進されれば望ましいのかということを、まあ最近の金融政策に沿って、清滝さんの方からちょっとお話しいただけますか。危機の時には新しいイニシアティブをたくさん取りました。非在来型の金融政策です。つまりスプレードの上に作業した、金利はもうすでにゼロに近い、なのでスプレードのところしか、高リスクリターンのところ、あるいは非流動的なもの、流動的なところ、そのスプレードのところしか作業余地がないわけです。しかし危機が収束した後は、政府は
このタイムスプレッドを見ました。例えば長期金利の違い、長期金利と短期金利の違いという形で、これが量的緩和の原理です。基本的にこのスプレッドを削減しようというものです。短期的に長期的に、でこれはもちろん長所もありますが、しかし、まあ、副作用もあります。副作用というのは、例えば他の国でその副作用が見られてしまうということがあるのです。それと同時に米国の視点からいくと、おそらくフェットの方々たちは、我々は米国の経済に責任を持っているのであった、他国の責任になっているわけではないと言ったでしょう。このような形で変動 FX のシステムの場合では、それぞれ他の国は自分たちの面倒は自分で見ればいいわけですから、なので金融政策というのはこれは決して万能ではありません。ただ単にこういったスプレッドのバリューで作業をするということになって、他の国で出てくる副作用は他国が自分で自分の世話をしなくてはいけないということになります。これが原理なんです。それでは川さんの方も、まあ、清滝さんも、は金融政策のこう見通しと、それから、まあ、アメリカの方で、まあ、金融政策が、まあ、アメリカのためにこう行われると、まあ、他国は自分でこう、まあ、まあ、自動的な、まあ、政策、それから成長の考え方をしていかなくちゃいけないということで、まあ、日本もその影響を受けるし、日本自身が、ある意味その、独自の金融政策で、深尾さんがおっしゃったように、それが実体経済にうまく、成長政策へうまくつながらないと、非常に問題が起きる。で、そのキーポイントが一つは、投資の収益性の問題だということをおっしゃってたと思うんですけれども、その点についてもう少し、詳しく、お話しいただけますか。これは他の方もすでに強調されたこととも関係しますけど、やはり日本は有形資産への投資は非常に活発に、失われた20年でも結構人口減少とか生産性の停滞の割にはしてきた。で、その背後には政府がゼロ金利政策を取ったり、銀行の融資を支援してきたり、担保のてか保証、債権の保証をしてきたりしたことがあると思うんですけど、一方で特に中小企業を中心に、その無形資産投資とか、情報通信投資とか、それから中小企業の R&D 投資というのはやはりあんまり行われてないんで、そういう、別の、有形資産以外の、将来の生産のための支出、投資を、もっと、重視していく必要がある。特に中小企業に対して していく必要があるというふうに思います。あとは、やっぱ国際金融の問題、これだけ、まあ、グローバル化して、世界の中には、まあ、先進国はだんだん成長減速してますけど、もちろん、他の国で投資機会がいっぱいあるところもあるでしょうから、まあ、国際金融のシステムをどう立て直すかっていうのも大事な問題かなというふうに思います。Thank you. So, ありがとうございます。清滝先生とそれから深尾先生が強調されたのは、無形資産投資の役割の重要性でした。経済成長に対してこれらの持つ重要性でした。ワールドクレムズ会議において同じ議論が行われました。ただ本日は清滝先生がおっしゃられたのは、無形資産投資、これは流動性の制約であると。なので新しい種類の金融政策がこの無形資産投資を促すためには必要であると。ワンアーク先生も強調されました。無形資産への投資に関して強調されたと思います。で、どう思ってらっしゃるかお伺いさせてください。無形資産投資を促進するための政策をこの金融の面からお話しいただければと思います。欧州諸国あるいは他の国の例を出していただければと思います。まず米国の例を出したいと思います。というのもここでは新しい調査が今出てきているからです。ジョルゲンセン先生がもうおっしゃられましたけれども、
この改革金融市場政策に関してはかなりの議論が起きています。例えば住宅市場での改革もその例です。弱みがあるとすればこれはファイナンシング、小さな中小のイノベーティブな企業をに関しての関してです。特に金融危機の後何が見られたかと言いますと、非常に新しい企業がなかなか登場してこないんです。これは珍しいことです。米国というのは新しい企業がどんどん台頭してくるからです。どうも景気後退がこの新しいこのようなマイクロエビデンスを見ますとなかなか新しい企業が立ち上がってきてないようです。それはファンディングが得られない、資金調達が難しくなっているからというのが理由のようです。こういったところはとてもイノベーティブで、新しい企業というのは新しいデザインとかさまざまな無形資本を持っている、そういうものです。でもちろんここに投資するのはリスキーです。だから多くの銀行は抵抗したわけです。なかなか彼らに対して新しいスタートアップ企業に資金調達を資金をあてがわなかった、過去に比べると。だからさまざまなこのようなシリコンバレーで起きているというのは素晴らしいですけど、それはまだストーリーのごく一部です。経済というのはもっとたくさん経済全体でイノベーティブな活動がなくてはいけないということで、米国では一つ大きな懸念としてはまずそれです。でこれが懸念だとしたら、これは米国でそういうことがあるんだったら他の先進国でも同じだと思います。この部分に関しては新しいオリジナルなイノベーションをファイナンシングの世界でこういった国にこういった企業に対して資金調達ができるようにしなくてはいけないと考えます。Thank you. ありがとうございます。イノベーションで東アジアについてコメントです。確かにイノベーションはとても重要だということは合意があると思います。イノベーションが原動力で全要素生産性を高めて技術が発達するものです。一方で東アジアでは特に本当の意味で生産性があるイノベーションは難しいと思います。理由が2つ。あまりにも当局や権力を重視しすぎる、なかなか立てつかない、簡単には歯向かわない。中国、韓国、台湾、もしかしたら日本もそうかもしれません。あまり違うことを言い出さない。その結果ブレイクスルーのイノベーションがなかなか簡単には採用されないと思います。シルバーと言いましょうか、上の方を敬うというか、あまり立ち向かわない。それがアメリカでは違うんです。アメリカではバンバン偉い人、あるいは権限がある人に言いたいことを言う。もう一つの問題です。東アジアでは失敗を許さない、寛容性が低い。もし失敗をした場合、例えば資本調達をしても、なかなかベンチャーではお金が東アジアでは集まりません。しかも失敗したら終わりだからです。第二の機会は与えられないわけです。シリコンバレーの場合、多くのアントレプレニアは私直接知っています。3回目でやっとうまくいったと。1回目は失敗して損を出した。2回目も、まあ1回目から強行したと思って投資をしてもらうのに2回目も失敗をした。で、3回目の挑戦で、3度目の正直でなんとかうまくいったということはたくさん見ています。しかし、東アジアでは日本だけではなく、あまりにも、上の人を敬うと言いましょうか。で、失敗に対する寛容性もなさすぎる。これを文化として乗り越える必要があると思います。カルチャーとしてデメリットだと思います。ティマさん。コメントございますか？文化的なことに関してのコメントですか？はい。先生も、マーケティングの役割、サービスの役割などを強調なさいましたね。新しいこういった特徴の重要性ということをおっしゃられたと思うんで、少し欧州の味付け、味というものをお話ししたいと思います。今米国の話もありましたし、私だけがどうもヨーロッパ市民のようですから。で、欧州では懸念があります。中小企業に対してローンが融資がされていないのではないかと欧州中銀はリクエストしています。ヨーロッパの中で大掛かりな調査をやって本当なのかどうか調べたいとしています。そうしましたら、その結果はどうも中小企業は本当に流動性に関して縛られた状況にあると。で、
また利益のある投資もきちっと資金手当がされていないということで問題になって、これは確かに欧州に対して悪影響を与えています。それでは中国の問題に移りたいと考えます。ファンアーク先生の視点では、将来の中国の成長は随分悲観的な印象を受けたんですが、私は羅先生は楽観的な見方をされました。何かファンアークの先生の見方にコメントありますか。チャートを見て私が正しく解釈していれば、先生の楽観的な見通し、だいたい 7% 少し上で、一方で悲観的の場合にはそれを下回ると思いますが、だいたい4程度でしょうか。そこまで悪い見通しでもなかったと思います。問題はないと思います。その上で1点追加、ボラティリティと言いました。中国の成長率は結構アップダウンが激しいと。どこが原因でボラティリティが激しくなっているのか考える必要がある。チャートがありましたが、中国の経済は結構強い、前で何が起こっても強いことがありました。確かに若干影響はあるけど、激しい打撃を対外要因で受けているわけではありませんでした。これから先真剣に考えてみると、何が原因で総需要が中国で影響を受けるのか、まだ時期尚早で、消費は分かりません。家計の消費、中国では GDP の半分以下なんです。消費で成長が伸びるかというと、まだ20年先だと、まだまだだと言われます。中国の経済成長、向こう5年から10年の中国経済成長は投資によって決まります。特に公共投資、設備投資、また公共支出です。教育、医療分野への投資、環境系の投資が必要です。いずれも公的な部門での支出です。これらは政府が決めるものです。河川をきれいにして大気を浄化してと、民間企業とか民間の個人はできませんので、あくまでも公的に必要です。教育、医療の分野、かなり公的な部分の関わりが必要なところで中国はお金をかけていきますので、あまりボラティリティはないと思うんです。おそらく政府は支持するでしょう。きちんと管理をすることができれば、景気対策、このどこかの分野でする必要があるので、私としては 7% ぐらいは実現可能だと楽観的に思っています。ただ現実を見なければいけません。中国経済はすでに大幅に減速しているということなんです。公式の数字を考えれば、数年前中国経済は成長率は平均で 10% 上回っていました。その当時は中国政府の話によると、受け入れ可能ではないと、社会的な成長率は 8% を超えていないということでして、少しずつ減速が始まりました。主として投資が減速をしたからです。今中国政府曰く年率 7% が最小限必要であると、さらに下がらざるを得ない。なぜかといえば、少しずつ難しい課題ではありますが、段階的にトレンドに収束していく。投資、輸出、低コスト主導の経済から変わっていて、賃金は上がっている、消費者の力は高くなっている、購買力は高まり、究極的には消費主導になっていきます。中国政府は保証しますが、これから1年の間に 6% なんですよと、で4年後にはいやすいません 5% なんですと言うでしょう。保証します。それ普通なんです。今から体制を整えているんです。中国国民に分からせようとしているんです。今から確かに原則は主として投資が下がっているからです。消費も増えていない。それはダー先生と同じ意見です。消費を増やすことが非常に難しい。それはその通り。それ以外に投資の問題があるんです。総投資では非常にスムーズに数字が見えます。しかしもっと深くどこで投資が行われているか見ると、かなり激しいんです。アップダウンが。中国政府は戦略的な政策を分かりにくい外国投資に開放するというと、また閉じたりして、優先順位を例えば国有企業に与えたと思うと、次は民間を優遇すると、多国籍企業は非常に混乱しています。このような移行期間で多国籍企業非常に混乱している。中国のこの移行期間は非常に難しいプロセスで、多国籍企業は混乱している。
最も難しい事業環境だと分かっています。経済成長は高いけれども非常にやりにくい、中国政府の見解が分からない、あんなスムーズなことは納得できない、非常にボラティリティが激しい調整です。ハードランディングとは言わない、しかし準備しておく必要はあると思います。短期的には、同感なんです、私も、ヴァン・アーク先生と。ただ、家計も流動性の制約を受けるのではないかと考えています、不良債権のせいで。ここで、清滝先生にご質問させてください。不良債権、中国の不良債権問題について。私はそれ不良債権、中国の問題に関してはよく知りません。あまり細かくフォローしているわけではないのです。シャドーバンキングの数字、これはどうも数字がどんどん大きくなっているようです。場合によってはその会計制度もなかなかフォローするのが難しそうなんです。申し訳ない。場合によっては企業、公の顔とプライベートな顔と両方持っておってスムーズにその顔を変えているという感じがします、会計に関しても。なので何とも簡単に何が起きているのかということに関して、不良債権に関して申し上げられないんですが、一つ申し上げられるのは、景気が鈍化し始めると不動産の価格、これは将来の賃料を資産化したものです。ですから直線での伸びていく、それで鈍化すれば価格賃料のそのレートが下がらなくてはならないということになりますので、これおそらく一部の不良産権は蓄積され、不動産分野で蓄積されるということになるかもしれません。で、私が懸念するのはこれヨーロッパの不良産権です。特に南欧諸国のそれです。どうも随分のものが隠されているような印象を受けます。で、報告されないということがありますから。で、また銀行がこのローンロスに関してはなかなか認識を遅々として進めていないということで、最新注入がなかなか進んでいない、だから成長の足かせになっているというのが南欧で見られるのではないかと思います。深尾先生、中国経済のボラティリティが日本経済にどのような影響を及ぼすか。不良資産、中国の問題、不良資産があるかないかどこではありません。大規模にあって、しかも増え続けています。それより大事な問題は中国政府が対応する気があるかないか。これまでどこでそれなりに何かやっている、引き続き対応して、少し中国政府は何か対応を取ると、具体的にそういうのがありましたが、今試し試しやっている。しかしかなりマーケットでは不安感がありますので、非常にボラティリティが大きいという証だと思います。中国政府あるいは人民銀行がほんの少しでも態度を示して、この大規模な不良資産について対応しないということになると、ナーバスな雰囲気が高まってしまいますので、しばらくこれを続けていくと段階的に低成長に調整していくのは一番いい方法なのかもしれません。できればということを期待する。段階的に 5-4% の普通の成長率に収束をしていくと、中国経済としては長期的にそうなっていくわけです。ナンセンスですね、デタラメですね。説明しましたよね、不良資産について。地方政府の不良資産を見たとしても、公的債務の GDP に対する比率は 40% までいかないんです。全部含めてもです。ただ、一方で、いわゆる社会的な最小成長率、これもあまり意味がありません。中国政府がフォーカスをしている重要な点は雇用です。GDP の成長率ではありません。GDP ではなく、例えば報道機関いわく中国 8% 経済成長が必要だと、そうしないとカオス混沌だと皆さん言ってるかもしれません。しかし10年前 8% の経済成長率は今の 4% に相当するんです、実質タームで。という意味でナンセンスです。もう一つ忘れてはいけないこと、
中国経済は製造ベース、ものづくりからサービスに移行しています。サービスの方がものづくりより大きくなっているんです。サービス部門の方が雇用を GDP の単位あたりでは製造部門よりもたくさん生み出す。なので、ごめんなさい、バンアークさんほど私は悲観的ではない。中国経済は生き延びると思いますよ、6%。あるいは時には 5% であったとしても、生き延びます。ファンダメンタルズを見て、貯蓄率 45%、投資を公共として行う。そうすると 4%、5% シナリオも想定は難しい。今から20年後はそうかもしれません。しかし短期的にはそこまで下がらないと思います。そうしますと中国経済は確かに重要でありますが、日本だけではなくてグローバル経済にとっても中国経済重要なんですが、別の課題、貿易、通商問題に移りたいと思います。時間も限られてますので、ティマー先生、いくつかポリシーをスキップされました。通商問題に関して飛ばしていらっしゃいました。例えば先生はいくつか課題を書いていらっしゃいます。新しい種類の貿易に関して、その政策として構造変化、グローバルの貿易、これに関連した政策についてお話しいただけないでしょうか。通商政策、ソーシャル政策、産業政策などをプレゼンの中でお話になっていらっしゃいますので、新しい見解や貿易について考えると、その結果工業政策、つまり特定のセクター向けのものはもはや効果があまりないということです。ヨーロッパでもかなりの議論があり、オランダ国内でも議論していますが、特定の業界あるいはセクター、例えば製造業とか、いつも製造業話題になりますが、それを刺激するのはどうか。しかし製造業が特殊なわけではありません。製造の中の特定の活動が重要で、スピードオーバーの効果はあるかもしれませんが、スピードオーバーの効果はサービス分野でもあります。鉱工業政策で特定の産業向け製品ではなく、バリューチェーン向けではないと、もう効果がないと思います。通商政策、バリューチェーンが拡大しているので、相互依存が各国間で高まって、地域間の相互依存も強くなっています。貿易障壁があると悪化するんです。関税は低くなっていると思うかもしれませんが、行ったり来たりがかなりなのであれば、関税は蓄積をし、最終的には実績に高くなってしまうかもしれません。関税を引き下げること、FTA、EPA で下げることは優先順位は高い。サービス貿易も極めて重要です。ヨーロッパの中で財に関しては自由化されているものの、サービスについてはまだ障壁がかなりあります。将来、興味深い問題としては、このフラグメンテーションがどこまで続くのか。グローバル化が続くということは自明ではありません。藤田先生の基調講演であったように、運輸コスト、通信コストが下がっています。おそらく続くでしょう。しかし他の要素も影響を及ぼします。一つが、多国籍企業がこのような状況に対応しているのか、人件費もポイントです。中国はもう人件費が上がっているのかどうか、安い人件費の場所が他に残っているかどうか、そうすると分断化が続くか、そうではなければ分断化は逆行するかもしれません。ベトナムでも暴動が増えています。人件費は安いところですが、抗議活動が増えています。ここで反動があるかもしれません。もう一つはリショアリング、アメリカに製造業が戻っていると、一旦オフショアにしたところがアメリカに戻してくるというリショアリングです。どのような理由があるのか。エネルギーがアメリカで安くなっていること、
願わくば製造業がアメリカに本土に戻ってくるかもしれない。アメリカ経済でエネルギーが安くなって、でもそれはもしかしたら違うかもしれません。ディーショアリング、確かにオフショアがアメリカに戻ってきているかもしれない。ヨーロッパでも戻っているかもしれない。しかしあまり労働主義的な生産ではありません。せいぜい戻ってくるものがあったとしても資本集約的なものだと思います。ということは逆に雇用に影響が出る、特に単純労働に影響が出てしまう。通商政策は社会政策と連動が必要。スキルを改めて与える、教育研修のし直しがある、セーフティーネットが必要です。それによって破壊的な創造が必要です。ありがとうございます。構造変革、通称でのティーマー先生がおっしゃられましたが、これが現在の日本の貿易赤字に影響を与えるかもしれない。日本の多くの経済学者が期待しているのは、アベノミクスによって円が円安になり、アベノミクスによって貿易が収支が黒字になるのではという話があったんですけれども、この期待は実現していません。そこで深尾先生にお伺いしたいと思います。この問題に関してお願いします。宮川先生もおっしゃられたように、実効為替率から見ると円はもうすでに非常に安いんです。実効為替率で見るともうすでに1980年代から比べると、ドル円の為替これは100円ぐらいです。高く見えますけれども、我々の価格が日本では随分下がりました。なので実効為替率からいくと本当に安いんです。実質為替率からいくと、あで今経常収支のこれに関してはほとんどゼロになっていますから、だから一時的なファクターがあります。原発がすべてシャットダウンしている、そして天然ガスをたくさん輸入しなくてはいけない、中国経済の鈍化というのもあります。あまり輸出投資財など中国には輸出できないということもあります。また製造部門での生産性がなかなか改善していない。例えば電子機器の分野もそうです。 FDI を通じ、それから他のアジア諸国での生産を強めることによってグローバルなバリューチェーンが変わってきた。日本はその競争力を失ってきている。これらを分析するためには本日提出されたデータ、クレムズのようなデータ、グローバルバリューチェーンデータ、こういったものはもう理想的なものです。解析にするのに使うためには IDE、 アジケン、猪俣先生などの方々がこれを分析していらっしゃるのは存じていますけれども、もっとこのような分析をたくさん多く行うことが可能です。円安というのは何を意味するか、賃金でのこの購買力が低下するということなので非常に深刻な問題です。どうぞ。このセミナーの後、グローバル経済の悲観論者として印象が残ってはいけないので、少し明るいことを言ってみようと思います。意を強くする証もあるんです。 FTA、EPA の交渉、確かにあまり多くの国が参加しているわけではなかったとしても、TPP ではグローバルバリューチェーンを重要視しています。従来は国境措置でしたが、今 TPP では本当の意味で深く、例えば政府調達も扱っていますし、雇用法にも言及している、知的財産権などもカバーされています。非常に大事な点で、グローバルバリューチェーンの概念で、マルシェが言っていたこと、これを実現するために TPP 大事な点をカバーしています。パネルの先生にお聞きしたい、 TPP は成功するのかどうか、中国入ってなくて意味があるのか、答えをお願いします。 OK、 so we'd like to summarize our discussion. So maybe so everyone, ここまでのまとめをして見ますと、イノベーションと生産性を上げることが将来の持続可能な成長に重要であるということはコンセンサスがあります。一方で
どのような政策でイノベーションと生産性を伸ばすことができるのか。イノベーションを高めるような政策、ご関心をお持ちの国についてコメントをお願いします。またグローバル経済についての発言でもいいですし、中国、日本についてでもお願いします。深尾先生、ありがとうございます。日本の場合はもうすでに議論してまいりましたように、無形資産投資、 ICT 投資、特に中小企業による投資、それからスタートアップの企業、こういったものの率は現在の米国の率よりもさらに低いと思います。日本ではまた良い時計もないんです、このスタートアップ企業に関しては。で、 OECD では学者がビジネス投機を使って研究しています、新規のスタートアップを見るために。ただ日本の場合には1年のその企業の投機しかないということで、パネルデータをまだ作成することができないのです。なので統計制度も変えねばなりません。あと、それから労働市場の硬直性の問題、空洞化の問題もあります。日本の自動車、これは飛ばします。さらに指摘したいのは、この政策立案プロセスです。ヨルゲンセン先生がおっしゃられたように、日本には政策決定をするときに実証的な信頼的なデータを基づいて政策決定するというプロセスがありません。また政策の結果が出たときに誰もそれに対して責任を持たないんです。また官僚はあまりにも尊敬されているんです、先生がおっしゃられたように。で、それに対応する相手がいないんです。官僚に対決する相手がいない。だから ブルーキングズのようなところがない、あのような研究所がないんです。リエティがもしかしたらそれに値するかもしれないんですけれども、どうぞ。 すでに述べましたが、カルチャーを変えるのは時間がかかります。それでも短期的にできることはあります。研究開発の向上を促進をするなど、中小企業の立ち上げを促すようなもので、低利子の融資と立ち上げを促進する方法は役に立つのですが、藤田先生の話に戻ります。貿易を例えば東アジアで拡大をしたいのであれば、ユーロ圏から学ぶことができると思います。ユーロ圏の貿易、ユーロを導入した後、99年の後、EU 圏内で貿易は3倍になったんです。10年でユーロを使い始めて3倍になりました。それだけを見ても分かるように、為替レートの安定が極めて重要であることが分かります。ユーロ圏は関税は、財については、40年間どうせなかったんです。共通市場の中で。しかし、貿易はそれでも3倍にも増えた。単一通貨の後、申し上げたいのは、東アジアでシステムを維持してパリティ、絶対ではなく相対パリティを域内の国々で為替レートで維持することができれば、かなり東アジアの域内の貿易をかなり促進できると思います。なぜこうなっているのか。こうなっている理由は、アメリカが一方的に投機が為替についてあるわけです。ブレトンウッズを廃止したからです。貿易、それに対応する投資は本来であればもっと増えたと思います。数字、毎日為替 FX の取引、毎日5兆3000億ドル1日あたり、全世界においての20兆ドル年間です。1日あたり 5.3 兆ドルの FX の取引であって、これだけの FX の取引は必要なのでしょうか。それによって国際取引のために必要なのかどうかです。
2分程度でお願いします、先生方。2分で。その成長政策に関してなんですが、研究開発を促進するというのはそのうちの一つですが、その他にも人的資本の蓄積、これを促進していくというのも重要な点です。過去20年間日本経済は景気後退にありました。多くの企業が若い人の雇用、これを抑えました。フルタイムに関しては、でこれによって OJT が低下したという傾向があると思います。若い人も最初はその大体的なことをやっているのかもしれませんけれども、最終的には老人のスキルが若い人に移行し、そしてベテランの方は若い人からいろいろと学ぶこともあるということで、だんだんと、そしてキャッシュを蓄積すると今度は短視眼的になっていくということもあります。そうすると企業は若い人を雇用するのに二の足を踏むということもあります。フルタイムで雇うということに関しては、でこういうことが残念ながら一部の欧州諸国でも起きているのではと思います。イタリアとか特にスペインで。なので規制を、古い人に関してはその規制を緩めて、そして若い人が雇えるようにしていくということ、これが重要な要素になると思っています。成長を促進するためには。イノベーション政策で3つのレベルがあります。国際、国内、地域、ローカルです。さまざまな役割を考えなければいけません。国際的にイノベーションを推進する場合には、グローバルでオープンな市場、自由化すること、FTA、EPA です。それによって、今日の複雑なグローバルバリューチェーンと貿易制度の複雑性を認識しなければいけません。ヨーロッパは多くのメリットがあります。ヨーロッパ全域で FTA などができれば、また TTP について、TTIP についてもそうです。各国レベルになると、ヨルゲン先生と同じで、イノベーション政策で国レベルでやけどしてはならない。国だけで考えても意味がない。製品市場、労働市場、資本市場、財の政策にフォーカスを当てて、経済のリソースをもっと生産的に使うことができるように考える必要がある。本当のイノベーション政策で一番エキサイティングなのは、ローカルあるいは地域レベルです。政府、企業、教育機関は連携ができます。いろいろ試して、プラットフォームを作って、意見交換をしたり、話し合いの場を作って連携することができる地域について、アメリカでもヨーロッパ、多分アジアもそうです。地域レベルになると、特定のイノベーティブなところがあります。なぜかといえば、産学官が連携ができている場所があるからです。そこでイノベーション政策は最も成功します。どうもありがとうございました。それではあと15分ぐらい、残っていますので、フロアから、質問を受け付けたいというふうに思います。それではよろしくお願いします。I have a question for ラオ先生。アメリカ政府、人民元についてもっと高めろと、2003年からシカゴのシンポジウム参加しましたが、アメリカ政府が中国政府に人民元について圧力をかけていました。特許のグラフがありました。アメリカで成立した特許のグラフがありました。これはどう上がっていくでしょうか。中国の市場は非常に大きい、世界の工場になっています。基本的に海外の国よりは中国のものが成立しているかもしれませんが、これから特許の成立の件数について、アメリカでの成立の件数について、この先どうなると思いますか。日本のようになるのかならないのか、少し下がってくるのかどうか。ティマー先生、
グローバルバリューチェーン研究開発からサービスへの新しいフォーカスを当てるべきであると。そのパターンがトヨタ、ホンダ、日産、ルノーとフォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツ、ダッチモーターとどう違うのでしょうか。何か違いがあれば、会社ごとに少し違いはあるかもしれませんが、パターンに違いがあればお願いします。ファン・アークさん、新興国のグローバル化が減速する可能性があると。しかし日米の交渉によって新興国のグローバル化も影響を受けるかもしれません。この点についてコメントをお願いします。深尾先生、円高円安、2020年の東京オリンピックに向けて6年後円はどのように動くか。2つ質問です。ディスカッションがなかったのが社会所得の不平等でした。この成長に関してこれに欠けていたと思います。で、持続可能な発展環境のことを考えた場合、ぜひパネリストの方々にこの部分に関してもコメントいただければと思います。2つ目、イノベーション政策通称に関してなんですが、問題は細部に宿るとよく言われます。で、驚いたことがあります。ごくごくわずかしか議論がされてなかったと思うんです。競争政策、インセンティブメカニズムです。あと、それから企業のガバナンス、国のガバナンスの構造です。これがイノベーションにどう関連しているかということです。で、通称なんですが、ほとんどのところは非関税障壁のところですが、まあ、これに関してほとんど議論がなかったように思うのでお願いします。おっしゃっているのは、どなたにですか。パネリストと申しました。どなたでもお話になりたい方、どの先生でも構いません。他にご質問ありますか。はい、深尾先生にお伺いしたいのですが、深尾先生は生産性を分析する上で細かいデータがないということをしきりに嘆いておられますが、実はできると思う。ゲームのルールを変えればよいのだ。例えば企業の財務諸表の中に必ずそのようなデータを載せることを義務付けるとか、あるいは地方公共団体や自治体の様々な今公開経営基準たくさん出てますが、その中に細かいデータを載せると。で、これは実は金融業では特記事項の中に載せているようになりました。で、したがってそれが金融業の生産を図る上で十分でありますので、ゲームのルールをほんの少し変えることによって、深尾先生たちが計算できないことはできるようになるし、それはぜひ深尾先生が統計委員会とかそういうところでぜひ言っていただきたいことで、で、実際上金融市場が非常に完全競争化すれば、民間企業は乗せざるを得なくなると私は睨んでいます。生産性の上昇を、がインタンジブルアセットで分かることになれば。したがって金融市場が完全に働くことも重要かと思いますが、少なくとも政府に関してはゲームルールを変える必要があるというのは私の判断。深尾先生のご意見を伺いたいです。 Any other question? So, so you. 他にご質問ございますか。素晴らしいお話ありがとうございました。清滝先生、ご質問です。先生のご発表の中でダイナミクスをお示しになりました。流動性、不流動、非流動的資産に関してです。で、現在日本の経済、特に良い日本の企業は上の左側のところ、つまり流動的資産を持っているけれども、まだ投資する余地はあるという、そういう位置につけていると思います。で、何が問題なんでしょうか。日本経済何が問題なんでしょう。何が阻害していて、そのポイント D からポイント A に動けないんでしょうかというのが私のご質問です。それでは、あ、もういくつかご質問まだ受けます。はい、パネーラーの方でどなたでもお答えいただきたいんですが、日本の生産性の
工場の、ボトルネックになっている部分で、例えば、先ほどお話が出た、サービスセクターのウェイトが高まることの他に、例えば、知的財産をですね、換金化するっていうことが非常に日本は遅れていると思います。で、その部分がどのぐらい、影響しているのかということと、それとですね、終身雇用が前提となって、またはそのいわゆるプロフェッショナルな人たちを育てるような環境に、またはそのある職業に対して終身携わる人間が非常に少ないということが日本の生産性にどういう影響を及ぼしたのか、そのあたりのご見解をいただきたいと思います。ファンアーク先生にご質問です。トレードガバナンスに関してです。これまで過去数年我々が目撃したのは何かというと、マルチのプラットフォーム、貿易に関して交渉に関して、これを失ってきたということです。つまり WTO の中心性というものが侵害されてきました。代わりに何があるかというと、メガリージョナルと我々が呼んでいるものが台頭してきました。で、新しい問題、例えば知財権利とか競争、あるいは FDI、こういったものにも入れています。これはみんなイノベーションとか生産性などに関係したものです。私の懸念はこういったメガリージョン、TPP でも TTIP でもいいんですけども、こういったものに関して何かリスクがあるとは思われませんか？貿易ルールの分断化というようなこと、こういった大きなルールが出来上がることによって、そのような懸念を持たれませんか？以前にも質問がありましたら、文的な資本、社会的な資本、人的な資本の話がありましたが、自然資本の話題がありませんでした。自然資本の生産性どう思いますか？京都議定書に基づいて排出権については先進国で上限がありました。忘れてはならないと思います。第2に考えを変える必要があると思うんです。世界危機の後の成長戦略のシンポジウムでして、環境を無視してはならない。ヨルゲンソン先生への質問です。この会議の名前は KLEMS ではなく、E をエンバイロメントにするのはいかがでしょうか。ありがとうございました。回答があれば。お答えになれる部分でお願いします。So let me answer what I can answer. それではお答えできるところをお話します。為替レートです。2020年の予測するのは難しいのですが、何に依存するか、投資貯蓄バランスによると考えています。貯蓄が継続して高い、投資がそのまま低いままだったら、あるいは生産性が改善しない、そういう状況であれば、さらなる今に安い円が必要です。2020年でも。そして所得のディストリビューションなんですが、日本を見ますと、これは世代間のインカムのディストリビューション、これには大きな問題です。グローバリゼーションのインパクトではなくてです。いろんな問題があります。若いところ世代から年寄りの世代というところに関して、でこれを変えていかねばなりません。日本語で質問されたのは日本語でございます。無形資産の統計についてなんですけど、これ OECD でも昨年の2月ぐらいに会計士とか集まって議論があったんですけど、やっぱりその企業会計っていうのはそもそもコンサーバティブにできてるんで、入れるのは非常に難しいんではないかというのが結論だったように思います。で、日本でもイノベーション調査っていう、科学技術研究、科学技術政策研究所が、やってるとこ、で、やってる調査で、なんとか無形資産の質問項目を入れようとしたんですが、これは総務省の反対で、実現できませんでした。ちょっと残念ながら力不足という感じです。それから、知的財産の社会化については宮川先生に答えていただいた方がいいと思います。それから、プロフェッショナルな教育については、日本はご承知のように50年代から60年代から、その、理科系の製造業で働く技術者については非常に教育に力を入れてきたわけですが、サービス産業で働く人材を、特にその高度な人材をいかに育てるかっていう、技術者、プロフェッショナルっていうのは、
終身雇用のためにそれから人事異動というのがさまざまな部署であるということで、こういう環境だとあまり人の訓練にならないわけです。研修にならないんです。本当のプロフェッショナルという意味では。それがご質問だったんです。で、2つ目のご質問目は知財をいかにして金銭化するかということです。日本で。あ、それは宮川先生にお願いします。専門職の育成について、これまでのところ終身雇用の慣行の下で大手の企業が社内で育成をして生み出していたと思います。しかし今後は労働市場の流動性が高まるので、それぞれ自己の責任において訓練をする必要がある。大学教育制度もその方向に向けて変わる必要があると思います。答えになってますか？ I'll be very brief. I think the United States、 アメリカは特許で成立している数が一番多いと思います。日本は第2位なんです。日本もとても多いんです。年間5万。中国の特許の数については年間6000です。成立しているのは。ただ急に増えています。ベースが低かったので。でも6000と5万あるいはアメリカの13万に比べるとまだまだですので、中国がそんなに簡単にすぐキャッチアップするとは思いません。一方で所得分布あるいは再分配について格差です。確かにグローバル化について何が本当に起こっているのか、どのような仕事でも賃金が低いところで移すことができるものは全部売っていきます。絶対そうなる。何が起こるか、結局所得の再分配は悪化します。格差は悪化する。安いところに行くことができる雇用は移ってしまうわけです。もう一つ格差が悪化する理由は金利が低いこと。低金利だと借り入れをした方が得なんです。明白に借り入れがない場合にはほとんど利子もつかない。しかし借り入れを行っていると得をするんです。これがもう一つとても重要な理由で、所得の再分配悪化すると思います。格差を乗り越えることができない。金利が一定程度プラスに戻らないとどうにもならないと思います。もう一つは IT 革命も理由ですが、ちょっと時間がないのでやめておきます。最初具体的なご質問に対してお答えします。なぜ流動的な投資が戻ってきているのか、あるいは添付スタッフ、これに関しては雇用が回復しているのに固定投資ですとかフルタイムの雇用はなかなか回復しないのかというご質問です。一つは将来が不明確であるということ、あとそれから不可逆性の問題です。将来の状況がはっきりしない、明確でない場合には一度投資する、あるいはフルタイムを実際に雇用するとなかなか解雇できない、蓄積を解除することができないというときには企業は投資、固定資産、あるいはフルタイムを雇用したがらないということが出てきます。もう一つ、日本の場合にはおそらく彼らは海外に投資しているでしょう。海外というのは例えば子会社、エクイティですとか金融資産などに関して子会社を設立するということによってやっているでと思います。次に社会的不平等、格差に関してなんですが、公的政策から言った場合に一番重要なのはこのいわゆるシビルミニマム、ここを維持するということです。最低基準を維持するようにする。これはそんなにコストはかからないのです。というのも公正の原因がかなりあるからです。 You have a time out. I see it here. タイマーがあるんですね。格差について環境と格差、確かに今日はあまり話題にはなっていなかったかもしれません。ヨーロッパ2020年までの成長戦略の中で
明示的に省エネ、エネルギー効率について言及があります。二酸化炭素の排出を抑えること、再生可能エネルギーを増やすこと、省エネを高めること、特に社会的なターゲットがあります。貧困、あるいは社会的な排除を増加させないということです。貿易にも関連しています。ラウ先生の話にありましたように。中間層がスキーズアウトされていると、熟練労働者は所得が増えています。一方で、単純労働者であれば、個人サービスをしています、家事など、これはなかなかオフショアアウトソースはできないんです。かなり個人的なつながりがあるので、家事労働など。このような低賃金についても仕事は増えている。しかし賃金は上がらない。そうすると残っているのが真ん中です。そうすると賃金は上がらない。どころか相対的に下がってしまっている。この真ん中の労働者層が問題で配慮が必要です。平均して貿易は福利厚生を改善することは分かっていますが、分布の問題があり、追加的な社会政策は補完的に必要です。できるだけ短く。もう2分使ってしまって、2分18秒レセプションを奪ってしまいました。短くします。貿易について。その通りです。FTA、EPA、一番最適です。そうじゃなければエコノミストとは言えない。それを賛成しなければいけない。しかし、それが政治的に妥結ができないのであれば、事前の策、セカンドベストは何か、なるべく地域ベース、バイは大嫌いですね。おっしゃったように日米だけというのはいかがかと思いますが、広範な深みのある地域ベースのものがいいと思います。ヨルケンソン先生と同じ考えだと思いますが、クレムスの E はエネルギーがいいと思います。環境ではなくて、この数日間話し合ってきました。天然資源について、国土エネルギーについて話し合ってきました。それをきちんと測定ができれば、それをきちんと無形のものと組み合わせることができれば、環境にとっても最適になるのでカバーできてるんです。最後になりましたので、宮川先生ありがとうございました。座長していただいて、あ、どうもありがとうございます。非常に、まだ、十分答えられていない部分もありますけれども、この後、レセプションがあります。その時に、まあ、藤田先生ではないですけれども、アスキングバイドリンキングと、それから、リスポンディングバイドリンキングで、まあ、いろいろと、質問をしていただければというふうに思います。今日のテーマは、非常に、広いテーマで、世界金融危機後の、まあ、成長政策と、いうことで、なかなか、話をまとめるのが、難しい議題でしたけれども、まあ、やはり、ロングタームで考えると、人材も含めて、イノベーションを起こすような要素を、粘り強く、政策的にやっていく。そのためには、特に日本の場合、政策のあり方も変えて、そして、いかなくてはいけない。で、私の感想では、やっぱり、それぞれの国がそれぞれの政策をやっていく中で、ティマーさんが言ったような貿易の構造も変わっていってですね、そういった環境の変化に日本の政策が少し対応できていないという、感があります。で、まあこういう、非常に世界の、エキスパートの方が集まって、世界の環境の変化、それから、我々にとって影響のある国の変化を踏まえた上で、改めて、まあ、政策構造といいますか、政策の対応を変えていく良い機会になったのだと思います。どうも、今日は、長時間ご参加いただきまして、ありがとうございました。また、ジョルゲンソン先生と藤田先生にも、素晴らしいキーノートスピーチをいただきまして、どうもありがとうございました。皆様に、もう一度、盛大な拍手をお願いいたします。